ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。第111回ゴルフコンドル、私は司会のコウキです。そして本日はね、レギュラーメンバー3人でやっていきます。お一人の相方の太田さんです。おはようございます。おはようございます。はい、そしてもう一方、私と太田さんがお世話になっております西川塾長です。おはようございます。おはようございます。はい、ということでね、今日久々のレギュラーメンバーですけれども、なんかお二人元気がないというのか、なんか裏コンドルの時となんかテンションがちょっと違いますけれども、いつもこんな感じだったんですか。こんな感じだったね。あ、そうですか。どうぞ進めてください。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。違いますよ。知らない間に裏コンドルやってたら。いや、別にそんな、まさか、後期がチェーンがそんなに使ってるとは知らなかった。使ってんていうか、親聞いてんねん、これ。親、天下しとったらびっくりやで、俺。まあね、いや、天下ってあれなんやとか言って聞かれんちゃうかなとか思って、ドキドキ。チェーン、お前、どうだ、お前。どうだ、ね、どうだ、ちゃいますよ。あれ、いいの、男のロマンや、言うたらええやんけ。男のロマンでね。お父さん、お父さん、お前。あ、ちょっと、やってみてもいいか、お前。裏コンドル、かなり好評でしたね、それにしても。なんかコメントとかめっちゃ多かったですよ。まあ、後からご紹介しますけれども、それとですね、もう一つちょっとフラコンドルとは別に、ゴルコンのフェイスブックページの方がですね、いいねが、200人突破しましたね。まあ、まだそんな、まだそんな、だいぶ前やそう、200人突破、200人突破、なんか悲しくなってきた。100人突破も結構時間かかりましたけれども、200人もっと時間が、200人もっと時間かかりましたね。で、200人 の、 いいねしてくれたのがですね、これが、リスナーさんなのかどうか分かんないですけども、関西 K クラブのメンバーだったマイト君っていう子でしたからね、が200人目な。そうなんですよ。マイトこの野郎、ほんまに。偶然ね、そんな感じでしたけども、ね。まあ、ちょっと、Facebook ページの方もね、皆さん、他の方に紹介していただいて、ちょっとどんどんいいねしていただけたらと思いますんでね。はい、それではちょっと今日もやっていきましょうか。ゴルフコンドル、始めます。スポーツ報知の記事です。ビリケン藤本、結婚式で賞金を宣言。男子プロゴルフのですね、藤本義則選手、こちら24歳でお若いんですけれどもね、元競輪選手の福安洋一さんの、長女優美さん25歳とですね、大阪市内のホテルで結婚式を行ったという、このニュースですけれども、東北福祉大の先輩で選手会長の池田雄太選手やですね、17日に野球殿堂入りした、ね、大魔神佐々木さんからも、祝福を受けたこの藤本選手はですね、今年は賞金王を狙う、1年間波なく戦い1番を目指すと意気込んだという、まあ、このニュースなんですけれども、太田さん、ね、24歳で結婚ということですけどもね、お若いですね。というか競輪選手の安福さんじゃん。あ、僕福安って言いました。すいません。安福洋一さんですね。元競輪選手の安福洋一さん、すいません。わざとなんかなと。すいません。一応言っといた方がええか。ありがとうございます。訂正していただいて、申し訳ございません。お若い24歳での結婚ですけれども。終わり？いやいや、ねえっていうか。そこで膨らましてもらうと、ニュースになりませんので。よかったね。よかったね。このね、奥さんなんですけれども、高校時代のゴルフ部の先輩らしいですね。あ、そういうつながりな。そうです、うん、1年上の先輩だったらしいですけど。よし、よしはどうだろうな。どうなんですかね。ちょっと、おいで、よし。早くおいで。早くおいで。お、そうだよ。早くおいで。これまだ裏コンドルの続きですか、ね、違うやんけ、ほんとに。ほんと、よし、早く入れなって言われてんじゃん。いやいや、もうええって、もう。出したらダメだよって言われてんじゃん。出したらダメだよ。ちゃんと入れな。パッドの話やで。あ、パッドの話やで。何を妄想してるかな。いや。俺と塾長もう24時間ゴルフのことしか考えてんの。そうや。何を言ってんのかな、君は。
いやいやね、あ、まあ、パッドの話ですね、うん、パッドの話、実はパッドの話ですよね。あ、何を言ってるの、怖いわ、後期が。後期が怖いわ。いやいや、まだ裏コンドルの続きね、お二人されてますけれども。これ、塾長、24歳で結婚で、これ、まあ、プロゴルファーの平均、ね、このツアー出てる選手の方って、僕のイメージではですね、うん、まあ、24歳で結婚するっていうのは若いかなとか思ったんですけれども、わかんねえよ。まあね、結婚されてる方もたくさんいますけれども、まあでもこれ俺前日に広田プロから電話がかかってきて、あ、ほんまですか、うん、この、うん、ここのホテル、はい、インターコンチネンタルですね、大阪。そうそうそう、はいはい、どっち新大阪から近いのって言われて、あ、そうなんですか、あの多分早かったら5、10分で行けんちゃうみたいなイメージで言うで、ああ、空いてたら、はい、はい、そうですね、タクシー乗ってもすぐやでって言った、ああ、分かったって言って、うん、安型プロと、うん、あ、じゃあ白型プロと、白型プロ、はい、と一緒にこれ出席してあったと。ああ、そうなんですね。広田プロもこちら出席された、うん。だからジョイクスメンバーもう全員転じゃん、もうこれ。ですよね。チームジョイクスのメンバーですからね。うん。そのマネージメント会社契約されてる方ですけれども。オロモに誘ってほしかった。ね、これ145人出席されたみたいですけどね。あ、それでも抑えてんやろな。抑えてるんでしょうね、やっぱり。ああ。ほら、これもみんなごっつい金額包んでくるで。これ、どんなもんなんでしょうね。これ、変な話。もうそれだけで多分、賞金王なれんじゃん。賞金王なれるで。どんなもんなんやろ。僕ら言うたら、友達とかの結婚式とかだったら、まあ、大体、ね、その、まあ、ほんまに友達やったら3万とかじゃないですか。うん。こういうの、こういう、なんていうんですか、どんなもんなの、もう普通に10万当たり前みたいな。10万安いんちゃう？ 10 万安いですかね、やっぱり。多分伊沢さん300万ぐらい包んでると思うけどな。あー、伊沢プロ。伊沢さん。あー。でも、そこの、この、ジョイクスの社長やったら、はい、まあ、3つから片手。3つから片手。3つ。まあ、最低1はあるわな。円が1個いくんじゃないですか。ああ何の話してんのこれ。ああ、いやでも、ね、これ全部勝手な想像やからね。まあ勝手な想像でね、ちょっとお話させていただいてますけれども、うん、なるほどなるほど。いやいやいや、ね、でもこれからね、あの今年本当賞金を狙うということなんで、まあ、結婚されてね、まあ、強くなる選手って多いと思うんですよ。うん、なんでちょっとね、今シーズン頑張っていただきたいなっていうことで、まあ、日本ツアーが今松山くんも石川亮くんもね、こう海外じゃないですか、うん、だからこの若い藤本くんがね、もうガンガン強く行ってくれたらなって僕の個人的な思いなんですけれども。チャンスやな。チャンスですね、これはね。この人がな、うん、なんていうかな、あげまになるんか。ああ、この女性ね、ゆうみさんが下げまになるんか。あ、かっら前な、それちょっとピー入れましょうか。いや、もう前後でバレバレやん。ここは完全にカットやな。そっか、それが俺のコメントずーっとピーって入れといて。なんかノイズ入ってるんですけど。わかりました、わかりました。了解です。まあとりあえず藤本選手ね、今シーズンはちょっと頑張っていただきたいと思います。GDO の記事です。たとえ左手一本でも絶対にやめてはいけない。今週ですね、カリフォルニア州、ラ・キンタっていうところですかね、で行われておりますアメリカツアー、ヒューマナチャレンジクリントンファンデーションはですね、予選3ラウンドは毎日違うアマとペアを組んで一緒に回るプロアマ方式ということだったんですけれども、石川遼の関係者は、こう証言するということで、ちょっとコメント出てますね。朝練習場でペアとなるアマチュアが、片手でパットしているところを見たんですよ。でもまさかドライバーは打たないだろうねなんて話していたんだけど、ということで、そのこの内容なんですけども、この日石川とペアを組んだのは、カナダモントリオール出身の55歳、ローレント・ハーツビスさん、ちょっと言い方分かりませんけど、
生まれた時からこうだったという、右手にはですね、肘から先の部分がないということで、だが左手のグローブは口を使って器用にはめ、ひとたびドライバーを握れば飛距離は200ヤードを優に超え、アイアンショットはおろかアプローチでも左手一本で微妙なタッチを出してピンを寄せてくる、これまでにアンダーパーでのラウンドも2度記録したことがあるという腕前だということでね、初めて80を切ったのは10年前、その後2006年には北米のワンアームドゴルフ選手権、まあ、こちら片手だけでのプレーする選手権なんですけども、こちらで優勝、2008年には初開催となったファイトマスターカップと、欧州のワンアームドゴルファーがライダーカップ形式で戦う対抗戦、でこちらですね、4戦全勝で北米チームの優勝に貢献したという、まあ、この方のニュースなんですけれども、この塾長、この片手でゴルフってできるんやなっていうことがちょっと僕びっくりして、ちょっと今回ニュース取り上げさせていただいたんですけれども。あ、そう、俺2年前のジョイックス見に行った時に、はいはいはい、左手片手一本で右は肘から前はあのなんて義手つけて予選通ってゴルフしてはったで。ああ、ほんまですか。その代わりその人は全身あの末期がんやけどな。あ、そうなんですか。でも左腕を鍛えて体鍛えて、はい、右手はほんま添えてるだけ。あ、添えてるだけ、向いた左手で打ってるっていうか、ね、左手でしか打ってない。はあ、それでほぼほぼパワープレイしちゃったんちゃうかな。出ましたね。あ、ほんまですか。太田さんもご覧になられて。うん、見た603のあのロングホールバーディー取ってた。マジっすか。うん、こう一回バックスイングでドライバーをこう担ぐ感じにするんですね、肩に乗せ、うん、ちょっとだけ乗すね、肩に、うんうん、でそっから思いっきりダウンブローに落としてバーンって打つねんけど、はい、よう飛ぶねや、それが。そうじゃ、この方と一緒で200ヤードぐらいは優に超える。いやいや、もっと飛んでるで。あ、そうですか。もう普通の人とか、うん、あの普通の人以上に飛んでた。うーん、いや、もうすごいな思ったね。おい、俺らお前五体満足なも全部体、お前指も全部あんのに、お前、うん、本当に本当に、うん、もう今度のゴルフでパワープレーできんかと俺もうやめる。いや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 、塾長そんなこと言うてよろしいんですか。いいよ、俺もテンガーに移るからよ。いや、テンガーって何ですかっていうコメントもうちょっとしたら来ますよ、ほんまに。これまあ親に聞かれるんが嫌ですわ。ね、ということで、このアメリカにはですね、まあ、アメリカってまあ戦争を、ね、あのたまにする国じゃないですか、まあ、今もしてるかもしれませんけど、うん、で負傷兵もやっぱ多いらしくて、うん、その、まあ、手が、ね、ちょっと手を負傷して亡くなっちゃった方とか、うん、で、まあ、この方今後はハンディキャップを負った人たちにゴルフを広めていく活動や、彼らに良い刺激を与えていくことが目標だという、まあ、この方なんですけども、うんうん、で、まあ、ゴルフってあのオリンピックでは正式な種目になったじゃないですか、うん、でもパラリンピックはゴルフないんですよね、これ。え、あ、そうなん。そうなんですよ。じゃあ、あの次はないの。次はないんですよ。はないんですよ。だから東京はやらなあかんで、そんなですよね、うんうん、だからこのパラリンピックにはゴルフないのはなんでかなみたいな。でもその大会でプレーできたら最高だねっていう、まあ、パラリンピックでねゴルフ開催希望を、まあまあ、ご本人は訴えておられるんですけれどもね、うん、ものすごい目標があるから、そんなやってほしい。俺同じ競技全部やってると思ってたわ。そうなんですよ。そう、うん、私も思ってたんですよ。まあ、サッカーとかだったらね、その、うん、ブラインドサッカーっていうんですか、うん、あの目見えない方でもね、うん、バレーボールもやってるやんか。やってますよね。なあ、うん、柔道とかもやってますし、ゴルフは、うん、まだね、ないらしいんですよね。うん、はい、言っといて。私がですか。ああ、言っといて。誰に言いましょう、森さん。偉い人に言っといて。偉い人に。うん。わかりました。どうにかしてちょっと言おうと思いますけど。うん。まあでもこのハンディキャップがある中でもね、こういうふうにゴルフされてる方って、まあ、日本でもたくさんおられると思うんですけれども、まあ、私は一緒にラウンドとかはしたことはないんですよね、まだ。うん、なんですけども、
まあ、もしねこのゴルフコンドル聞いてる方で私はこういうハンディキャップありますとか ありますけれどもちょっとゴルフこんな感じでやってますっていうコメントもちょっともしよければねいただきたいなって私個人的に思ってますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。まあ、うちの親父はねあのちなみにちょっとハンディキャップがあったんですよ。まあ、ハンディキャップって言っても怪我で指がね、切断そうですあの切断されてたんですけれども、怪我なそれとも何あの落としてるんどっちなん、まあ、まあ言ったら怪我で落としてるっていう感じです。ああ悪いことし落としたんじゃないんや。違う違う違う下手打ったわけじゃないです下手ちゃうんかどこの世界なんですかいやそうなんです。ほんで、うちの親父はですね、右手の人差し指の第一関節と第二関節ぐらいの間からパソンってないんですよ、怪我で、ね、はいはい、で怪我した翌日にゴルフ行ってましたからねちょっとそれはほんま焦りましたけども、まあね、そういう、まあ、いろんな怪我、ね、あっていろんなハンディキャップある方多いと思いますけども、うん、まあ、ちょっとねハンディキャップの方にもちょっと勇気づけられるちょっとニュースだったかなと思いますのでちょっと取り上げてみました。はい、コメントのコーナーです。はい、今月のねテーマ、あの塾長太田さん知ってます？実はテーマ決まってるっていうの、あ、そうなあそうなんですよ。ちょっと元気ないんですか今日俺らいつもこんな感じやん。お前すか、なんか裏コンドルでなんか元気使い果たしたみたいになってません？気のせい、気のせい、気のせい、お前すか、もう、うん、なんかもうそんなちびっこが聞いてるのにやめて。それちびっこ聞いてますからね本当に。いやちびっこはね、あれ親が聞いて、うん、あ今回聞かせていいなと思ったらあの聞かせるらしいですけどね。マジで？そうそう、だから検閲通ったことないんちゃうかじゃあそうそうそう、なかなか最近はねそこを通過するの難しいですけど、1月のテーマで実は決まっておりまして、うん、本年の目標ということでね、リスナーさんから、ゴルフに対してこういう目標ちょっといただき、ね、ありますっていうことをいただきたいんですけれども、もう今回はですね、前回太田さんと塾長お二人でされた裏コンドルのコメントたくさんいただいておりますので、これざっといきたいと思います。はい、ではお一人目、ドラコン命さんからいただいたコメントです。塾長にダメ出しされ反省のドラコン命です。前回は記念すべき第1回裏コンドルにコメントを読んでいただき光栄でした。それにしても普段のネガティブコメントは影を潜め、太田さんと塾長ののびのびした配信良かったですよ。しかし光輝さんが天が愛用者だったとは違うっちゅうのかな、真面目なイメージだったのですが意外でした。塾長のご指摘通り、飛ばし屋の自分は結構嫌がられたり迷惑をかけることもございます。自分の中では300ヤード飛ばして70台とかアンダーとかで回るよりは可愛げがあるのではと、思っております。次回の裏コンドルも期待してますよということで、ドラゴンイノスさんからいただきましたコメントです。ねえ塾長、うん、まあ、ゴルフの話からいきますけれどもね、はい、300ヤード飛ばして70台とかアンダーで回るよりかは可愛げあるかなということみたいですけども、いやもうゴルフなんか飛ばしてなんぼやって、飛ばしてなんぼ、うん、まあ、やっぱ醍醐味ですからねそれがね、うんということなんですけども、裏コンドルやっぱりこれ、うん、ねえ何好評ですね本当に、うん、まあなあ、はい、何やったやろなあれ裏コンドル、それにしてもかなり結構長かったですよね、時間50分ぐらいありましたもん、ね、50分だいぶでもあれでもだいぶあれでもカットしてんねんな、あれ、あそうなんですか、あれ言うあれな、はい、まあええわ後で言うわ、もうれこの話しやもう分かりました、後でね、と、いうことで、のびのびしてよかったですよということなんですけど、コウキさんが天が愛用者だったとはって書いてますけども、これ違いますからね、だって来てたもん、来てたもん、来てたもん、メッセージ、うん、メッセージ何だっけあれ、パソコン、あのコウキ、じゃあ天がコウキ、あああれね、あの iTunes レビューでしょ、え iTunes レビューの、ね、そう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 、
あれもうほんま買い出しと僕知ってますからね、本当に。おうおう、一緒に買いに行ったんやろ、だから違う、うちほんであれを見てて大谷ちょっと見てくれってなって、はいはいはい、ね、2人で 大爆笑したからテンガが広がってもうて。ああ、いやいや、あのテンガじゃって聞いてます？俺この前初めて聞いた。なかなかでしょ。めっちゃおもろいね。え、俺らもテンガから来るかも分からへんで。いや本当にテンガチャ、あのポッドキャストでね、同じポッドキャストでテンガチャってありますけれども、結構長い番組ですよね、時間は50分とか1時間とかやってますけど、うん、大田さんまた聞いてくださいよ一回。健康さんがやりたい放題やってる番組やろ。だいぶやりたい放題ですよ。だ、大田俺ら可愛いもんやで、ね、本当にマジで、うん、だから僕なんかあの番組聞いて、あ、ここまでいけんねやとか思いますもんね。ここまでいけんねやみたいな。俺と太田なんかめっちゃ可愛いやろ。ほんまに可愛い可愛い。もうそんなもんね、本当に可愛かったですよ、うん、いやもう1回目やからさ、はいはいはい、出し尽くしてもなと思って。ああ、小出しでいきますか。いや小出しがもうそのえぐいのはもう切ってんやん、この間。やっぱえぐいのはあったわけやん。えぐいのはカットしたわけや。ああ、うん、太田ももうピー入れんのがめんどくさいから、はいはいはい、はい、で分かれへんしって言うたから。なるほど。でもざっくり切ってまおうかみたいな。ああ、うん、なるほどなるほど。いやいや、でもあのニュースの短さに驚きましたけどね。あれはでもちゃんとな、ちゃんとニュースやったやん、ニュースしとかんとな。後期に怒られんちゃうかなと思って。まあでもね、ザック・ジョンソンがね、あの誰が優勝するか分かりません、はい、ニュース終わりですって言われて、ええー、みたいな思いましたもん、本当にびっくりしましたけれども、ね、それではお一人目ね、ドラゴンイノスさん、読ませていただきました。ドラゴンイノスさん、またコメントあるあるよろしくお願いします。はい、それではお二人目、阪急神崎川さんね、久々のコメントです。塾長太田さん、後期の女の阪急神崎川です。違うって、この人48歳会社員やってるの聞いたっけ。裏コンドル面白かったです。お二人の組み合わせの放送が今までなかったのが不思議なぐらいです。今後も時々お願いします。でもやっぱり放送コードを気にされているようなので振り切れてない感じが否めませんでした。そこで提案です。半年に一度ぐらいでいいのでバープラスなどで裏コンドルライブ等を開催していただくというのはいかがでしょうか。放送コード関係無関係の塾長と太田さんの会話が聞いてみたいですということでね、阪急神崎川さんからいただきましたコメントです、ね。私の最寄り駅阪急神崎川の近くでね住んでおられると思いますけれども、うん、まあ女ちゃいますからねこれ。48歳会社員ですからこれ。はい、まあ、また泣いてるぞそんなこと言うたら。いやいや、これご自分で書かれてましたからね。いや、早いこと認めたらなあかんって。認めるとかそんな関係ない。ないないない、認じて。ほんまにね。あれ女とゴルフしてんの？グアムで。いやいや、ちゃいますよ。グアムで、妹の旦那ですよ。定調日とかなあかんもんな。じゃあ一応とかそんなんじゃなしに。でもこれお二人には言ってませんけど、番号には言いましたけど、めちゃめちゃ飛ばすんですよ、その彼が。びっくりするぐらい飛ばしてましたね。はあ、僕1ホール2ホール負けましたもんね。ほう、やっぱ練習行ってるだけあるね。いや練習、神崎川さん。いや神崎川さんちゃうってやから。嫁のね、花嫁の旦那ですから、ね、花婿と言いますから、ね。へーって。ねえ、ということで、二人の、組み合わせの放送を、ちょっと今後も時々お願いしますということでね、いただいてますよ、これ。うん。なあ、太田。はい。半年に一度ぐらい、このバープラスで裏コンドルって言うけど、はい。あ、バープラスで裏コンドルできんよな、太田。できん。一緒にゴルフしたいんですよ。いや、もうそんなことせんでも、ホテルの待ち合わせ室で俺と太田で裏コンドルしたらええんちゃうんか。何なんすか、その、ホテルの待ち合わせ室。どう？なんだろう。いや、これライブでお聞きになりたいと思うんですよね。うん。阪急神崎川さんは。あ、そのゴルフ中？いや、ゴルフ中じゃなくて、この太田さんの塾長のこの、うん、下地もトークですよ。そんなん聞かん、もう直接会って、もう目見ながら話すやん。それ気持ち悪いやん、それ。だったら、あれやんな、太田。御堂筋沿いのロイヤルホスト来てくれたら、大概裏コンドルできるやんな。あ、そうですか。いや、まあでもお酒、ね、来いよってね。
うん、梅田からどんだけ時間かかっとんねんって言うやんな。いやでもこのねお二人のこの放送コードを気にされてる、まあまあまあでもこれから天下茶屋でいうかな、どんだけ期待すんのって。どんだけもっとえぐいの来んねやって思われてたっていうことやな。そうですそうですよ。うん、でもえぐいのは全部カットしちゃったからね。ねえカットされてるということなんですけど、うん、なんかちょっと塾長からはなんかんあの P 入っててもいいんで、うん、あのこのプロはちょっとなんか結構そんなん好きやでみたいな、なんかそんなもちょっと聞いてみたいなと思いますけどね。このプロもう可愛いやん。はい、そんな話可愛いやん。そんな話可愛いですか。まだ可愛い可愛い、まだまだいけるで、まだいけるです。あ、ちょっといろいろねそういうのも次回は。でもあのこっちのコンドルで言えるんじゃん。こいやいや、こっちはちょっとあの子供聞いてますから。あ、裏コンドルで、裏コンドルでまた。ああ。はい。ね。ちょっとそういうのも。プロゴルファーの俺が暴かなあかんねえな。そうね。ちょっと暴いていただけたら。でも、やっぱ。そのプロゴルファーの、あの、何ですか、そういう夜の事情とかね。夜の事情、はい。ああ、もう。そんなんもちょっと小出ししていただきたいですね。ゴルフはもう 昼から始まってるっちゅうそうなんですね。わかりました。ちょっとそれもまた次回の裏コンドルで、ね、もう名前もいっぱい出してるでほんまに。あ、ほんまですか。ね、ちょっとあのまだあと3人いますんでね、はいよ、この辺で阪急神崎屋さん、またコメント等よろしくお願いいたします。はい、ということで、3人目いきます。いつもありがとうございます。田辺さんからいただきましたコメントです。塾長コンタさん、真面目か。裏と聞いてワクワクドキドキ、部屋を暗くして聞いていたのに、フォースタンス理論がなんちゃら、アプローチがなんちゃら、ゴルフの話ばっかでピーもなかったやん、かっこ笑い。2人はできる子やから第2回裏コンドルに期待しますよ。最後になりましたが、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしますということで、田辺さんからでございますね。田辺さんね、とりあえず本年もよろしくお願いいたします、はい、田辺さん第2回はティッシュ持って待っといて、いこの野郎の声でどう使う気やったんですかね。あ部屋暗くしてねえ、このねあのお二人の声で俺らの声で次は、ね、ええ声でいくで、うん、あいやでも思ったんですけどね、裏コンドルお二人で裏コンドルっていうのもいいですけども、うん、なんかこう女性が入ってたらもっとねドキドキするんじゃないかなとかちょっと思いましたけどね。うん、ゆきろいしかおらへん。いやでもゆきろいさん、あのビビッドのイメージがあるから出演拒否でしょそこは。あ、だからあのゆきろいって言えへんかったやん。あ、言わずに謎の女性で、あ、声でちょんばれやないか。声でちょんばれし、この話これ今今度で言ったらあかんやんじゃないですか。そうそうそう。でもいくら普通に出てくれると思うけどな。あ、うん、裏コンドルね。だって俺らの PO 待ってるわけやろ。うん、まあね、そうですね。うん。いやいや、でも第2回やっぱり田辺さんも期待してましたねこれ。うん。はい、田辺さんまたコメントどうぞよろしくお願いします。そして、4人目いきます。この方青木さんからいただきました、コメントでございます。天が太田さん、大人の玩具塾長明けましておめでとうございます。裏コンドルめちゃくちゃ楽しかったです。また裏コンドルが配信されることを首長くして待ってますということで、青木さんからいただきましたコメントですね。太田さんのお名前が、ね、俺が天がなってる。太田さんが天がなってる。俺が天がなってる。塾長は天がなってもうてるやん。塾長のね、塾長は大人の玩具塾長ということですけども。正解。あ、正解ですか。うん。うん、なるほど。ちょっと裏コンドルの続きみたいになりますけれども、うん、塾長は大人の玩具はお好きなんですか。これ。俺か。はい。それはお前大好きやろ。そうですか。なるほどね。でも大概の人嫌がるんよね。あ、女性が。そんなより俺の方がええって言うから。かっこいいこと言いますね。また
ほんまこれ子供無理ですよこの配信。やっぱりな、やっぱり機械じゃあかんねん、こう。あ、機械じゃダメなの？血が通ってなあかんねん。血が通ってなあかんねん。うん、血が通って。なんかいいこと言ってるみたいけど、これ完全下ネタやねんな。血が機械じゃダメなの？俺の下遣い。血が通ってないってこと。下遣いすごいらしいで。下遣い、うん、下遣いですか。すごいらしいわ。俺は分からんけど。あ、そうですか。ああ、なるほどね。裏感じお前引くなやそこで。いやいやいや、言いませんけど、どういう風にまとめていこうかなんてちょっと考えました今。ほんで振っといてからに。いやいやね、いやでも裏今度やっぱ人気ですね。青木さんもめちゃくちゃね楽しかったということなんですけども、うん、うん、ちょっとこれね、近いうちに2回目された方がいいんじゃないですかね。これどうなんですか、太田さん。あれ結構体力使うんやで。あれ使いました。なお、またグアム行ってじゃん。いやいや、もう一回行くんですか。ねえ、大さん、あの編集初めてされたと思うんですけど、どうでした、うん、編集。結構大変。めんどくさい。ああ、やっぱめんどくさかったですか。だ、だから、終わって、撮り終わって、もうすぐやり出してやんか。はいはいはい、はい。だんだんなんか、霧のいいとこがなくてな、なんなんかんや言うて。はいはいはい、ね。うん。え、結局、朝5時近くまでやってたで。あ、ほんで何時間ぐらいされたんですか。6時間ぐらい。そんなされたんですか。もうめっちゃ良かった、なんやかんやで。お疲れ様です。あ、ほんまですか。で、あの、こうちゃんに言われたのにさ、はいはいはい。カットするのも、くっつけとけへん。あ、これ、まあ、聞いてると分かれへんけど、はいはいはい。言うたらな、変なカットの仕方したら、全部詰めていかなあかんっていう。はいはいはい、手間暇かかるやつあるやん、音楽ずれたりとかして、はい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 、あれを何回もやってもうて、ああまたやってもうた、ああまたやってもうた、ああなるほどね、そう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 、やったら飽きませんよ言われたもん、やってもうてん結局。ああなるほどなるほど、うん、でもそれをね、やちま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 直してたな、もう朝方やんか。なるほどなるほど、これ裏コンドルの裏にはそんな苦労があったっていうこと。な、俺は爆睡やったけど。あ、塾じゃ爆睡でね。俺爆睡や。もうなんか、一回終わった後ぐらいの気持ちよさで寝たもん。いや、もう。実際2時間以上撮ってましたから。実際収録は2時間以上撮ってたもんね。そうそう、結構早い時間から。ああ、なるほどなるほど。リアルタイムでメッセージしてくるしな。ああ、リアルタイム。あれ、ほんま偶然ですか、あれ。あの、僕。偶然。僕、グアムのホテルにいた時に、ちょうどあのホテルの中は Wi-Fi が通ってるんで、うん、またiMッセージとかやり放題じゃないですか、うん、でそれでちょっとやってんちゃおうかなと思って、ね、うん、太田さんと塾長 あのいつもグループメッセージに送らせてもらったらほんまにやってたっていうね。いや、ほんまびっくりした、怖っって呼ぼったらいきなり言うから、どないしてんっていう、いや今後期からメッセージ来ました。そうそう、なんかね、でなんかそらどうや、僕入りましょうかとか言ったから、そう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 、うん、もう3分の2は取り終わっとってやんか。ああ、なるほど。だからね、まあ、全然入れてんけど、はいはいはい、もまたこれ編集めんどくさいなと思って。なるほど。もう終わり。なるほど。終わりって言ってから、小1時間喋ったけどな。あ、ほんまですか。ああ。いやいや、あの時ね、ちょっとなんかこう胸騒ぎがしたんですよ。番組がなくなるんじゃないかっていうね。ちょっとあの胸騒ぎがしてなかなか寝つけれなかったんですけど。なるほどね。いやいや、でも本当に裏コンドル編集ね、収録本当お疲れ様でした。太田さんも塾長も、はい、いいよ、コメント言って、うん、コメントね、はい、はい、じゃあ、青木さんどうもありがとうございました。またね、裏コンドル、太田さん塾長やってくれると思いますんでね、首を長くして待っていただけたらと思います。はい、それでは最後の方いきます。いつもこちらもね、ありがとうございます。金子さんからいただきましたコメントです。明けましておめでとうございます。裏天がコンドル最高でしたね。もうなんか名前がすごいことになってますから。ゆきろいさんの首に G がかかって痛めてしまうんですね。塾長はエロ G がちょめちょめちょめにかかるんでしょうね。もちろん太田さんのドライバーにもね。自分もかなりエロなので楽しかったです。次回も楽しみにしてますということで、エロコンドルということでね、金子さんからいただきましたコメントでございます、ね、これ何ですかね。ユキロイさんの首に G がかかって痛めてしまうんですね。 G いや
普通の G、ただの G やん。16の G ですか ?G やん。でもまたあれ、振ってて痛めたんじゃなしに、カート乗ってて急ブレーキかかって、頭打って首痛めてんねんな、ユキロイ。みたいですね。あ、そうなんや。そうなんや。俺ら、間違っとって。ゴルフやりすぎやろ。やりすぎで、で首にかかる G が、はい、やっぱり1トンぐらいあるっていう、話をしてて。はい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 。ユキロイゴルフしすぎやな、みたいな話をしてて、うん、で、まあその首も鍛えなあかんのちゃうか、みたいな。ああ。で、そっから下に走っていったわけよ。ああ、そうかそうか、そうかね。うん、いや、あれもう全然違いますよね。あれなんか、急ブレーキかかって、うん、ね。あれでもすごいもんな、うん、あのカートの止まる時。そうですね。飛ぶやんだ、みたいな。そうそう、急ブレーキ。あの、カートとカートが近づく時って安全のためにぶつからんようにで、急停止する時あるじゃないですか。うん、うん、うん。あの、たまにすれ違いの時とか、カートがね、一本橋の時とか。うん、あれものすごいブレーキかかりますもんね。だってもう外から見たらもう完全に全員お辞儀してるぐらいバーン前のめりになってて、本当に本当に、うん、いや本当に危ないんですけど、あれって保険とかゴルフ保険は適用されるもんなんですかね、カートでの事故とか。普通は一見自分のゴルフ保険入ってたら使えんちゃうのね、怪我はね、うん、まあ、保険の内容にももちろんよりますけど、うん、うん、いやでも本当にユキロさんね、首に怪我されてますけども、でもだいぶ良くなられたみたいですよ。あ、そう。はい、いろいろなんか練習してたもんな。ね、練習もされてますし、ほんで私ども22日に一緒に行かせていただくじゃないですか。うん。あのね、まあここでちょっと初めて言いますけど、まあ前回忘年会をした時にね、CB 忘年会しましたけれども。まあ、その時にちょっと、まあ、ラウンドみんなでしましょうかみたいな話になってね、うん、ちょっとリスナーさんと、まあ、ビビッと、うん、そしてゴルコンのメンバーでね、ちょっと、うん、あの1月の22日水曜日ね、ラウンドしようかなということが決まってますけれども、うん、まあ、そこにもユキロイさん確実に参加されるということですんで、うん、はい、もうだいぶ良くはなっておられるのかなという感じですけどね、うん、まあ、この裏コンドルね、第1回配信やっていただきましたけれども、うん、こんなにねコメントが来るとは思いませんでしたけどね。うん、いや、これコメントこんだけ来てるってことはコメント出してない方もたくさんこうね、もう言ったらそっちの方がほとんどじゃないですか。うん、もうかなり好評だったんですよねこれ。うん、いや、そんな持ち上げて編集を俺にやらそうとしてもあかんで。通用せへん。通用しないですか。通用せへん。ちょっと番号と話してたんですけどね。あ、そうなん。そうなんです。いや、編集楽になるなとか言って。ああ、ほなあれじゃん。この普通の表コンドルは普通のコンドルは、はい、あの番号と後期でやったねんじゃん。真面目な番組。いやいや、ちょっとやめてくださいよ。俺ら水曜日担当するやん。俺ら水曜日担当です。ほんまに表と裏みたいになってますやん。本当に。いやじゃあじゃあね、いつもレギュラーメンバーは僕ら3人ですから、はい、そこはちょっとね揺るぎないとこありますんで、はい、ね、いや本当にリスナーさんたくさんの方ね、ウラコンドルも聞いていただいてありがとうございました本当に、また第2回ね、王さん塾長第2回いつ頃ですか。え、第2回はいつ頃でしょうかね。もうちょっとあったくなってからかな。気分が乗ってこなかんや、ムラムラ気分が乗ってこない、ムラムラってした時にムラムラとしないと、うん、もうその時はもう俺語れんで、もう塾長の目見たら、はい、塾長やるか、お前村の今夜じゃあお前次水曜日やな太田。えらい早いですね。分かった、はい、まあ近々ね、近々かもしれませんね、はい、ということで今回はね、裏コンドルの感想のコメントを中心にちょっと読ませていただいて、まあ中心というか全てそうでしたけどね、うん、はい、ということで終わらせていただきたいと思います。コメントのコーナーでした。ゴルフニュースポッドキャストゴルフコンドルではリスナーの皆様からのご意見ご感想ご質問ゴルフあるある、1月のテーマ、今年の目標に関すること何でも募集しております。 Google でゴルフコンドルで検索していただくと当番組のブログが現れます。ブログ内の記事ごとにコメントボタンがありますので、そちらからコメントをいただくか、ツイッターハッシュタグ、シャープ GOLCON、
ゴルコンをつけていただきツイートいただければ番組にてご紹介をさせていただきますということで、ね、告知のを読ませていただきましたけれども、うん、ね、石川亮君、このクリントン大統領がね、元大統領がやってる大会で結構調子いいみたいですね、王さん。あ、初日はすごかったもんな。ね、初日すごかったです。ワンイーグル、ファイブバーディーみたいな。へぇ、ね、2日目も2イーグル出しましたよね。うーん。2イーグル、そうなんですよ。2イーグル出してたんですけど、ボギーとダボがあった、うん、あの結構あって、なかなか伸びなかったっていう、ね。初日はボギー1つやったよね。そうそうそう、そうなんですよ。で、もう一人海外では、井戸木選手がね、あのチャンピオンズツアーの方に出てますし、うんうん、まあ、日本人もちょっとね結構海外で活躍してるこの中、僕らね裏コンドルのコメントを読んでたというね、うん、まあ、これはこれで同じゴルフ業界かなっていう、ね、うんうん、まあ、無理やりこじつけましたけど ね、王さんだいぶ寒いですけれども、うん、ね、大津さんのフェイスブック見たら、なんかえらいなんか雪降ってるとこ行かれてましたね。いやいや、近所やで。あ、そこそこ。そう、結構近い。ただ山、ボタン鍋食べに行って。いいですね。うん、高い。いや、そんなに高くなかったですよ。へぇ、結構、ちょっとそんなお客さん入らない店やけど、満員で。へぇ、そうなんですか。ああ。家族で？家族で、はい。へぇ。ものすごい雪の量でしたけどね。なんかあ、1日で降ってんて。1日であんな降ったんですか。そう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 。へえ。いやいやね。初雪や、初雪。初雪。うん。あ、まあ、22日はね、ちょっと雪、大丈夫かなって感じですけども。大丈夫やろ。大丈夫ですか。大丈夫やね。でもグリーン凍ってんじゃん。そ、まあ、グリーンは凍ってるでしょうね。大丈夫っす。ダメだよ。大丈夫です。また叩いちゃうよ。ねえ、うん、まあ本当そんな感じですけど、アプローチ止めたらいいじゃないですか。アプローチあれだいぶ極めたで、太田。あのアプローチですよね。アプローチで、あの裏コンドルの中でも話してたアプローチ。うん。最初インに上げるってやつですか。ちょっと。そうそうそう。この間、この間だいぶ前けど、あの、うん、ラウンドで、はい、やったら。はい、全部手前転がれへんすぎて。そうなんですか。凍ってるから。あ、だいぶ手前で凍ってるカチカチの上で止まっとったもんな。もうワンクッション、うん、はい、距離感ですよね。そうやな、やっぱあの打ち方で50ヤードぐらい持っていくんやて。ああ、聞いたんすか。昨日おとつい電話あったやん。はい、はい、でその時にだいぶ練習してちょっと極めたでって言うとって、うん、はい、あれで30ヤードとか50ヤードも打つのって言ったら、はい、そう、あれで距離感をこう取って打つって言って。やっぱり距離感です大事です、ね、でもあれやるんやったらズコズコ狙いますよね、元。そう、ほんで球ふわって上がってまうって言ったら、あ、それフェースに乗ってないって言われて。ああ、あのパーンって高く上がってるのはあれ乗ってないんですか。乗ってないね。あまり、あ、だから手前の低く出るの。低くだ、いや、低真ん中ぐらい、中段の。中段、はいはいはい。だフェイスに乗せやんことにはやっぱ上がんねんて。ああ、だから、手前のやつあるやん、はい、エッジから打ってる分に関しては、はい、あれはあれでかめへんねんけど、あれでいいっていうことですね、あの球は。でも30ヤード50ヤードを狙っていったら。あ、ね、お二人あのアプローチ談義されてますけれども、うん、まあ、僕を含めリスナーさんはどんな打ち方がまださっぱりわからない状態でございますんで。いや、大きい悪いけどこれは誰にも教えん。いやいやいや、僕に教えてくださいよ。22日、せっかく同じゴルフ場なんですから。俺ら最終組やからな、太田。組違うからダメ。教えてよ。時間ギリギリしか行けへんもんな。いや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 。残念やな、後期。いやいやいや、待ってますんでね。はい。ね、ほんじゃ、第111回ね、この辺で終わりたいと思います。ね。はい、それでは行きます。ゴルフ。10が。ゴルフ天眼になってません。健康的だ。もうライバル番組出たんじゃん。絶対食うと思っとったもん。もうじゃあ今日はそれでいいです、まだね。初めてやん。111回にして、初めて111回にして、いや、もう111回もちゃんと行きましょう。最後ね、行きますよ。まだ1回もこう全部言ってますから。すぐ気が、はい、ほんじゃあ行きます。
はい、ゴルフ。ゴドル。はい、次回の裏コンドル、後期、テンガのストックがなんと100個。塾長、穴を見ると節操なし。コンタ、チェンジを間違えてチャレンジという。また来週。さよなら。太田さんのやつだけちょっとなんか守りに入ってましたね。ちゃうって。え？チェンジを。もうええやん、そんな、それ裏コンドルで言う。それ裏コンドルで言うけど、お前チャレンジ、チャレンジャーかっていう。なるほどね。わかりました。ほんじゃ、ちょっと裏コンドル。はい？お前やんか、トイレットペーパーの横に点がドラーって並んでんやん。そんな家ないで、ほんまに。そんなん家族おんのに。点がちょっと温めた方がええらしいぞ。あ、そうなんですか。いや、そうなんですか。ちゃいますよ、ほんま。心臓麻痺しますからね、しべたすぎて。いやピクピクってはい、それで終わります。